モバイ化しましょう。スカイバースはトップビュー形式のローグライクゲームで、モバイルゲームらしい単純な操作が特徴です。特にきらびやかなエフェクトとか前例のない斬新なシステムのゲームはないですが、それなりの個性と後半までも複雑でない構造、可愛いグラフィックと似合う、遊びやすくバランスの取れたゲーム性が魅力ですよ。実は何よりも最近できそうな携帯ゲームがないのが多い。まあ、それで、ガイダース実況、紹介はここで済ませて、すぐに始めましょう。こんにちは、ゆずきゆかりです。こんにちは、東北キリタンです。ガイダーズ、ゲーム会社イスルの初ローグライクですよ。誰ですって？そうです。8年以上活動したのに誰も覚えていない悲運の開発チームです。またはディレクターさんの言葉を借りれば。사실저희는가이더스이전으로게임으로돈을벌어본적이없습니다。ちょっと悲しいですね。ところで、この画面はカットインしたイントロムービーですが、こうやって見るとストーリーがよくわかりません。あ、そうかな。解説。遠い昔。王国の地下に封印されていた深淵が爆発すると平和だった王国は一瞬に混乱に陥った。意向を入れたからって自然にかっこよくなるんじゃないですか。黙れ。王国の有事であなたが自分の主君を守り必死に抵抗したが、長い戦いに敗れて地下監獄に目覚めたあなたが王国のイザイナー、イザイナーどなたでしたか。は？なんだこれ。あまり専任される英雄ではなかったようですね。まあ選んでみようか。ああ、そうだ、火炎魔法使いでした。火炎魔法使い、楽しそうです。あなたは命をかけて眠りました。命をかけて。誰を守りましたか？は？いや、これ一体な。夢を救って地下監獄を脱出して、モンスターから王国を取り戻しましょう。何か、珍しいイントロだった。あはあ、それでこれがチュートリアルですか。UI がかなり単純ですね。そうだ、そして攻撃も移動ボタンを使うよ。前に行こうとする空間に何もなければ移動して、敵がいれば攻撃するやり方だ。この他にもアイテム獲得、階層間移動、インタラクションなども全部でこの4つのボタンで構成される。確かにモバイルゲームにはこんなに簡便な方がいいでしょう。ところで、その程度に機能を圧縮しておけばむしろ不便な状況が出るんじゃないでしょうか。横に、攻撃。また横に。まあ、そんな副作用は容認すべきだろう。ただ我慢するしかないのかな。これよりいい携帯ゲームがそんなに多いわけでもないよ。瓶の中のお金、典型的ですね。あれがアイテムですか？うん、祝福だとランダムに生成されるパッシブだよ。 HP を増加させる単純なことからボタン操作をひっくり返すのもあるよ。何ですかそれ。それはただデバフじゃないですか？まあ、攻撃力を高めてくれるけど確かにそうだ。霊薬プレイとかするときは役に立つかな。最初のステージだからか敵も目立つやつはいませんね。クールがコウモリより少し丈夫だけど、まだそのくらいが前例だ。ふむ、こんな風に敵の数も多くないし、ちょっと楽な感じですよね。今まではね。はい。うわ、あれは何ですか？精鋭モンスターが、この体のモンスターを無制限に生成、ランズだったのに死んだな。はぁ、あ。あの木の踏み台は破壊すると崩れ落ちる。気をつけないといけませんね。しかし、タイミングさえ合えば敵を落として一気に始末することも可能だよ。お？よく見てよ。まず足場の近くに誘引した後、敵が来た瞬間床が崩れる前に出てくるんだよ。ところで、あいつが先に踏ませないといけないんじゃないですか？あ、ちょっと。お、さあ、これだ。もうすぐこの靴は落ちる。いや、今度は運が悪かったんだ。あの足場ではちゃん。そんな。ターゲットが目の前にあるのにじっと立っているはずがないじゃないですか。こうすればいいんじゃないでしょうか。攻撃中には移動できないから、こんなに刺激したら。さあ、進行してみようか。一つ使えそうなものがある。え？キャラクター固有の特殊技術で、移動ボタンを押し続けることで発動できる。そうですか。ところで、火炎魔法使いのスキルがなぜテレポートなんですか？神託に決めたりしたのかな。あ、ボス戦ですね。ガエル王はかなり直感的なボスだよ。攻撃が多様ではないが、一定時間ごとにマップ底を沼地帯に変えて移動を妨害し、たった今死んじゃった。さっきから何ですか？まあ、チュートリアルボスだったからね。ところで、誰かが閉じ込められていますね。は、火炎魔法使い、ご無事で結構です。私はこの上階にキャンプを設けて休んでいたが、急に捕まってきました。もう開花のモンスターたちは処理済みのようだから、またキャンプに戻ります。まあ、そうだそうです。特に言うことはないですね。キャンプに戻るんだ。会話を自分が始めて自分が終わらせたら私は一体何と言えばいいですか？まあ、それでもよかったね。ゲーム開始4分で救出されるお姫は君が初めてだよ。うん？王女にじゃねって、この勇者もなかなか大胆ですね。思ったより長く知り合った仲なのかな。ああ、もうキャンプに NPC が追加された。おお、これからも人を救うたびにここに集まることになるよ。救助した人に応じて各自の固有機能が解禁されるんだ。それでは王女の機能は。ふん。だから、王国が滅びて家族は行方不明に自分は今まで拉致されていたけど、現在唯一の戦闘可能な人数に金をむしり取ろうというのか。器が大きい人物ですね。王国の未来が明るいです。ところで、王女は救ったのにもう目標は何ですか？主な目標は失踪した王子を探すことだ。もちろんそのためには、地下から登り様々な通路を経て、最終的に王宮に到着しなければならない。なるほど、少し面倒です。ちょっと。
ああ。うん、あれは誰ですか？救出したことがないのに。この頃ここに人がたくさん、あ、ちょっと。祝福関する機能ですね。特定の祝福が出ないように確率を調節できる。まあ序盤だから禁止以前に持っていたものもあまりないんですけど。あ、息は大したことないのに氷がイライラします。そもそも地下寮になぜ氷が積まれているのですか？あれ？モンスターを戦わなくても鍵で部屋をスキップできる。もちろん消耗品だから節約して使った方がいいよ。え、他の NPC です。あのボスは他の奴らより少し大きいですね。いくつか軽く飛ばしたようだ。スライム王は序盤のボスにしてはかなり丈夫だよ。移動速度が遅いのか短所が。カエル王と違って自分の周りで範囲攻撃をするため、攻撃を避けるのがもっと難しい。判定がちょっと変なようですが。そして、HP を全部精進させたら、一般スライムに分裂する。まあ典型的ですね。そしてスライムはまた小型スライムに分裂するんですよね。私たちが選んだ火炎魔法使いは多重攻撃が可能なのであまり問題にならないが、他のキャラクターでは包囲されればノーヒットはややこしいだろう。勝った。火炎魔法使い、決死に行かれたんですね。助けてくださってありがとうございます。本当に間違いなく死ぬかと思いました。私はキャンプに戻ります。今度のじゃあね。さあ、もうキャンプに3人も入ってきました。まだ難しいことはなかったね。モンスター学者とは、どんな機能でしょうか？学者が行商人仕事をしなければならないのか。国が確かに危機ではあるようですね。そろそろされときたのかな。まあ、このまま進めば、うん。古代神の祝福が目玉焼きのゲームがストーリーがそんなに真剣でもいいのですか？最近ハイブリッドが流行ってるじゃん。あ、上がる前に学者雑商人に行ってみましょうか。いつの間に小金がちょっと集まりましたね。帰り方は知っている。そのまま歩いていくことはできない。え、一体なぜですか？それなら NPC たちはどう。ちょっと待って。準備終わりましたか？うん、必要なものは全部持って。あれ？え？電話機を忘れてきた。ああ。ちょっと待ってよ。家に帰らないと。わかりました。リセット。ああ、ここにあったのか。いや、本当になんでキャンプに戻るか自殺ボタンなんですか？今度は早速進めてみよう。まだ見てないのが多いんだよ。まあ、それなら、この地下監獄ステージはもう何回か来たので、すぐ次の場所に行ってみました。え？簡単ですね。ここはどこですか？地上に上がる道を決めるジャンクションだよ。でも初回だからまだ1ルートしかないね。後で他のルートも行ってみましょう。もしその時までクリアできたらね。はい。あ、今度は私がプレイしてもいいかな。お？2番目のステージはどれだけ違うんでしょうか？多分初心者か軽く歩き回ってもクリアできるステージの中では一番大変な。区間ごとに差がかなり大きいようですね。まあそうだよ。でもまだは簡単だ。大部分の敵がスライムやカエルみたいにさっき見たやつらで。あの風速を見てよ。いくら遅くてもあんなものに打たれるわけがないじゃん。何か勘違いしたみたいけど。は？もともと弾丸は準備するときはまだ外れたのではない。テクネート。先ほどまで無視していたジャコにすっかり巻き込まれた感想は？カメラ消してくれる。 OK。 ゲーム負けて隣の人にやつを。ちょっと本当に消したらな。今度の動画はここまでです。次回にまた会いましょう。それ作成予定ではあるの。あの魔導士ためにでも必ず身を取らなければならない。おー、照れくさいね。黙れ。まあとにかく皆さん、ご視聴ありがとうございました。